여러분안녕하세요覚えていってみましょう。今日は69回目です。前回のフレーズを覚えていますか？ズボンの丈が長いので直してもらいましたでしたね。覚えていますか？では一緒に言ってみましょう。바지길이が길어서수선을맡겼어요。言えましたか？直してもらうは수선、修繕を頼む、맡겼어요というふうにしましたね。では今日のフレーズです。気分が悪いのですが消化剤はありますかというフレーズです。この気分が悪いですが、消化剤が欲しいと言っているのでお腹の具合が悪いということですよね。ですのでこのような時には속이안좋다を使います。ですので全体を韓国語に直してみると、속이안좋은데혹시소화제있어요というふうになります。それではいつものようにネイティブの先生の音声で練習をしてみましょう。後について言ってみてください。속이안좋은데혹시소화제있어요。속이안좋은데혹시소화제있어요。ではもう一度。속이안좋은데혹시소화제있어요。속이안좋은데혹시소화제있어요。それではシャドーイングをしてみましょう。속이안좋은데혹시소화제있어요。できましたか？もう覚えましたね。では一緒に言ってみましょう。속이안좋은데혹시소화제있어요。では皆さんだけでどうぞ。今日のようにお腹の調子が悪いという時は속이안좋다。それから体の具合が悪いという時は아프다もよく使いますね。このように具合が悪いという表現、少しずつ覚えてみてください。では今日もどこかで使ってみてくださいね。그럼오늘은이상입니다。안녕히계세요。